マッコイ・タイナーと演奏するバーツ・ゲリー・バーツはアメリカ合衆国のジャズ・サクソフォー音奏者である。バーツはジュリアード音楽院で学んだ。1960年代初頭、チャールズ・ミンガスのジャズワークショップでエリック・ドルフィーやマッコイ・タイナーと共演した。アート・ブレイキーザ・ジャズ・メッセンジャーズに加わる前にはマックス・ローチやアビー・リンカーンのサイドマンとして働いていた。 1968年、マッコイ・タイナーのバンド、エクスパンションズのメンバーを務めた。1970年の中頃に、マイルス・デイビスのバンドに加わり、8月にワイト、島音楽祭でライブを行い、12月にワシントン DC にある、セラードア・クラブで一連のライブを行った。ライブからの一部の音源は、1971年のアルバム、 ライブイブルに収録され、4夜全六公演すべてが2005年に、ザ・セラードア・セッションズ1970ボックスセットで完全版としてリリースされた。その後、ジャズ、ファンク、ソウルを組み合わせたバンド、んちゅうトゥループを結成した。バーツは、ブニー、メロンジャズ2015リビングレガシーアワードを受賞し、ケネディセンターでの特別なセレモニーにて贈られた。アルバム、 ザレットオレンジポエムズのライナーノーツでジャズ評論家のスタンレー・クラウチはバーツのことをこれまでに楽器を主中にした最高の一人と呼んだ2019年リバイブ・ミュージック・とバーツはニューヨークのウィンター・ジャズ・フェスティバルでアルバムアナザー・アースの50周年をオリジナルメンバーのファラオ・サンダースと共に祝したマッコイ・タイナー・マイルス・デービス・ノーマン・コナーズその他ありがとうございます